はい。じゃあ、おまけとしてですね、えー、ここで、インポートして使ったスクリプトについて全く解説していませんでした。これは、あのー、まだ、それを理解するための知識をこのコースで扱ってないからなんですけれども、興味のある人のためには説明しておきましょう。はい。こちらがボールコントローラーのソースコードですね。一応全体が見えるぐらいの大きさにしましたが、えー、ボールを制御するコンポーネントです。えー、ボールのオブジェクトに追加して使います。ボールのオブジェクトに追加してますね。 それで、このコードがやってることなんですけれども、まずは、今やってることっていうのは、ゲームがスタートした時に、ボールをある方向に動かすということをやっています。で、えー、ここのですね、このメンバー変数たちによって、ボールが最初に動く方向と、その力の大きさを設定することができます。これですね、ボールコントローラーのボールを、 動かす方向と強さですね。で、これ例えば10とかにするとすごく力強くボールが出ますし、例えばパワーディレクション、ディレクション方向ですね。これを Y0 にしたら真横に発射されます。そうするともう下には来なくなっちゃいますけど、こんな感じでね。これをいろいろ設定できるように、ここで記述しています。ここですね。この部分で記述しています。で、スタート。 関数、最初に一回実,実行されるところなんですけど、ここで、えー、リジットボディ 2D を取ってきて、それに対して、えー、プッシュっていう命令を呼んでるんですけど、それをするとボールに力を加える。方向は、この部分で、ボールを、えー、設定したボールが最初に動く方向、これを単位ベクトルに変換して、これ力をかけて、そっちの方向に行きなさいと。これ、インパルスっていうモードで力を加えてるんですけど、これはですね、インパルスっていうのは、えー、そうですね、ドーンって感じですね。これ、インパルスじゃないのは、 えー、フォースとインパラスっていうのがあるんですけど、フォースっていうのはグイーと押す感じですね。インパラスっていうのはドーンと押す感じですね。まあこれもですね、えー、これはちょっと、うん、別にいろいろ調べないとわからないと思いますが、えー、アッ a フォースで力を加えるんだよと。どっちの方向にですかえー、それはベクトルで指定します。 っていう、そういう感じですね。そうすることによって、えー、ゲームスタートした時にボールをそっちの方向に動かすっていうことができています。戻しますで。次はパドルコントローラーなんですけど、パドルを制御するコンポーネント。パドルにくっついてますね。アタッチされてます。そしたらこれ設定できるのはパドルの移動速度を設定できるようにメンバー変数で書いています。ちゃんとありますね。スピード5。そうするとこれスピード15とかにすると3倍の速度でパドルが動きます。 はい。早いですね。これを設定できるように書いているのがここです。で、最初に一回だけ実行するところで、リジットボディ 2D、つまり同じオブジェクトにくっついているリジットボディを取っていきます。理由はオブジェクトを制御するためですね。で、アップデートで、えー、アップデートが走るたびに、えー、水平方向の入力。 つまりカーソルキーの横方向かもしくは AD ですね。これが押されてないかどうかを検出して押されていたらその方向に速度を設定してあげてます。このパドルに対してどっちの方向に動くんだよっていうのを設定してあげてます。ベクトルなので速さと方向を設定しています。これだけですね、やってることは。ということでコンポーネントの解説でした。